M35M35 のリアビューシュトロエン M35 はフランスの自動車メーカーシトロエンが1969年から1971年まで267台を製造したロータリーエンジン搭載の乗用車である。ベースとなったのはアミハ8でフランスのコーチビルダーユーリエが2ドアクーペ型のボディを仮装した。サスペンションは上級の GS 以上と 同様なハイドロニューマチック式となっていた。一般向けには市販されず、シトロエンの長年の忠実な顧客などに提供され、実用に教しての問題点や耐久性が試された。NSU 松田に次ぐ3社目のロータリーエンジン車、生産化の事例であるが、497.5cc のシングルローターエンジンは1967年に、 NSU とシトロエンが合弁で設立したコモトールが製造した。先進的な自動車作りで知られるシトロエンは早くからロータリーエンジンに興味を示し、NSU が世界初のロータリーエンジン車 NSU バンケルスパイダーを生産化した翌年の1964年には NSU との合弁関係を開始していた。1967年のコモトール設立を経て、 ユーリエで M35 の最初のプロトタイプ6台が製造されたのは1969年の秋であった。M35 のギアボックスやドライブシャフトは1973年に登場するアミ8の高性能版で GS の 1015cc 水平対抗空冷4、気筒を搭載するアミスーパーの試作車のものが先行使用された。最初の5台は テストドライバーたちによって5年間に100万 km 以上走らされ、空冷に気筒の標準型、アミ8より格段に優れた動力性能を示した。最高速度が時速 175km 以上に達した例もあった。続いてシトロエンは1969年末から500台を追加生産してフランス国内で年間3万 km 以上走行するドライバーに、 限定販売し、実験部が保守整備を行い、実用上のあらゆる問題について報告を受けるという計画を立案した。生産型 M35 の水冷一ローター 497.5cc エンジンは最高出力49馬力、5500rpm を発生、ハイドロニューマチックサスペンション、パワーウィンドを装備し、塗装はメタリックグレー1種類で、内装は黒の タルがバーリであった。ラジエーターサスペンション、追加装備などによって、車両重量は8 1 5ラムと網よりも2 0 0ラム近く、増加、最高速度は時速1 4 4トルと発表された。フロントフェンダーには、プロトタイプシトラン M35 ノーという文字が書かれていた。M35 は結局、当初計画を下回る台数 -1969。19 年に6台、1970年に212台、1971年に49台が作られたのみであった。試験終了に際してシトロエンはオーナーたちに M35 を返却しシトロエンの新車を有利な条件で購入するか、それとも M35 に乗り続けるか選択させた。メーカーに返却された M35 はすべて解体された。少なからぬオーナーは、 M35 を手元に残したが、シュトロエンは M35 の補修部品を供給しないという条件にサインさせられた。実際にエンジンや点火系統にはトラブルが多発。外観は似ていたが外装部品でも網力、ハッチと共用可能なのはヘッドライトなどの透過類やエンブレムを除くフロントグリル、フロントフェンダー程度でドアやボンネットも専用部品で特に フロントガラスが破損すると交換パーツがないために継続使用が困難となった。シャシーは専用設計であったが、サスペンションの油圧ポンプやブレーキ系統は GS と共通の部品が用いられていた。ロータリーエンジンは主にマツダの長年の努力によって現在では信頼性に関して高い評価が得られるようになっており、シトロエン用のロータリーエンジンも最近ではフランス国内のワークショップで リビルド可能となっている。M35 は静かな水冷エンジンとハイドロニューマチックサスペンションによって 2CV を祖先とする車とは思えないほど静かでスムーズな走りを実現していたが燃費と耐久性は未解決であった。本当の意味で一般向けに市販されたロータリーエンジン搭載のシトロエンは1973年の GS ビロトールからとなるが、 発売直後の第一次石油機器でその燃費性能の悪さが裏目に出て耐久性を不安視した親会社のプジョーの意向もあって一年足らずの生産に終わってしまい、シトロエンのロータリーエンジン開発は打ち切られた。ありがとうございます。